カツオを美味しく食べる方法、わら焼き屋の匂いする、縦塩っていうねの方がより美味しい、臭みが全くなくなった、刻み込まれた何かが、これさえあれカツなんだからジャンボお心チャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也と申します。よろしくお願いします。カツオの季節がねやってまいります。初カツオの季節と戻りカツオの季節があるね。初カツオは早ければ2月ぐらいからなんだけど、まあ大体初カツオとか言われるのは4月とか5月とか春ってそんなもんだね。春だね。で秋が戻りカツオって感じだね。初カツオはこのね餌を食べに行くカツオだから、こうあの脂肪が少なくてさっぱりしててうまいと、うん、で戻りカツオは餌たっぷり食べてきて戻ってきたカツオだから脂がたっぷり乗ってうまいと。トロと赤身みたいな。そう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 、まあどっちもうまいと。言うてカツオって年中スーパーにあるよね。あるあるある。冷凍してその解凍したカツオのたたきとかあるわけさ、はい、あれ結構お買い得だし安いよね。うん、栄養価もバッチリなの。あれ鉄分豊富、高タンパク、はい、低脂質、筋トレにも最高の食材だね。やっぱりでもちょっと臭いじゃないですか。そうなんですよ。鮮度によって味が結構変わってくるから、スーパーのカツオをどうやったら美味しく食べられるかっていうのを実験して明らかにしようっていうのが今回のテーマです。前関さんでね、はいはい、やってくれたじゃん。やりました、ね。まああの時は1種類だけど、それをちょっといろんな形でやってみようかなと思います。こころチャンネルはですね、料理を美味しく簡単にですね食べるための方法いろいろ検証していきますので、チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。それではスーパーのカツオを美味しく食べる方法、ココカローズキッチン。はい、スーパーのカツオのたたきです。こうやって売ってるよね。時期だけ刺身で売ってたりするよね。基本的にこのたたきのやつの方がね安いよね。まずこれ食べてみましょうか。ココロの醤油だれあるから、動画でやったやつ、刺身醤油。そうそうそう。お、美味しそうな色してんな。いただきます。たきあんす。あ、美味しいカツオですね。うん、結構いいカツオでした。これが苦手で食べれないんだよねっていう人の気持ちも分かる、うんうんうん、じゃあここで美味しくする方法実験その1、炙ってみたらいいんじゃないか説、はいはい、これバーナーあるけど、はい、バーナーなかったらあのなんか箸に刺してねガスコンロでこうやってもいいし、はいはい、あのフライパンにねちょっと油引いて焼いてやってもいいわ。でそしたらちょっと香ばしくなって美味しくなるんじゃないか説、いってみましょう。はい、ちょっと焼き魚みたいな匂いがするね。これで食ってみたらちょっと美味しくなってる。それだけで、うん、これだけでわら焼き屋の匂いするね。いただきます。ちょっと周りあったかいのがいい、うん、食感もちょっと違うし、うんうん、臭さがなくなったっていうか、うん、なくなった気がする。炙った香りが出たからネガティブな香りを感じにくくなってるのではないかという感じですね。これ簡単だからやった方がいいね。一周やってもいいかもしれない。全部炙りマスタープロ非常に便利ですからね。逆さまにしても火力落ちない、はい、そうでここロックできるから。バナナあってん困らん。あとね、あのバーベキューの時火起こしに便利、どうせ買うならちょっといいの買ってください。リンク貼っておきます、はい、じゃあですね塩で脱水して美味しくするという、はい、振り塩作戦ですね、はい、はい、ちょっとこの下にねパラッと塩をやって全体にもね表面だけうっすらつける感じですね。でこれで10分ぐらい置いてたらこう水分が抜けて臭みが抜けるのではないか説。皮のところからこう出てくるのかなとかちょっと心配じゃないですか。だから振り塩に対して縦塩っていうね作戦がありますね。それは塩水につけるんですよ。いくらつけたじゃないですか。あれはまあ言うてみれば縦塩ですね。3% の塩水、水 200ml とお塩 6g、 ここにドボンと全部つからさらないから、こういう入れ物の方がいいんじゃないか。こういう場合はさ、あおらしたらつからさる。これ冷蔵庫に両方入れて10分ぐらいやってみましょう、はい、塩で臭みを抜こう。そうそう、塩で臭み抜き作戦で、あとめちゃめちゃやってほしいのが漬けなんだけど、あの青唐辛子とそのちょっと甘い醤油で漬けてほしいんですよ。お店のメニューでもよく出していたやつですね。でこれでね、お醤油、青唐辛子自身の辛さにもよるから好みだね。赤い、うん、あのいつもの唐辛子はダメなんですか。いや、いいです。青唐辛子の方が、まあ、より美味しいよね。10分ぐらいつける。あんまりね、ずっとつけとくと疲れすぎみたいな感じになるから、冷蔵庫じゃなくて常温の方が あのちょっと早いです。あとは結構お寿司屋さんとかで出てくるのがちょっと燻製する、それもやってみましょう。で、燻製チップをね、ちょっとでいいか。フライパンで蒸し器のセットとかでやってもいいわけでしょ。いいです。うまいことやってくれると、うん、今回みたいにその煙まとわせるぐらいなら全然いいと思う。ハムかついでに燻製しよう。あ、煙出きましたね。これをポコッと置いてハムも置いて、よいしょ。3分とかでいいんだ。ちょっと煙まとわせるだけ。あんまりやると火入っちゃうから。燻製調理するわけではないですね。そう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 、はい、はい、
ついでにちょっと炙るか。これ別に炙ってからやった方がいいとかそんなこともない。後から炙った方が皮のパリッと感も出るかもね。はい、振り塩のやつ。ああ結構しっとりしてます。焼いてあるところからはそんなに出てきてない。洗わないで、洗わない、こうちょっとこう、そう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 、でこっちは縦塩ですね。あの塩水ならそんなに色変わらないです。でこっちにネガティブな香りが出てるのではないか説、はい、思ったより臭くはないけど、うん、まあ魚の匂いがしますね。はいはい、何もしてない子、はい、燻製したやつ、このね青唐辛子醤油漬け、あとハム。じゃあこれでねちょっと食べてみましょう。ここからはキッチン。普通のプリッシオ、はい、縦塩燻製、はい、漬け、はい、で薬味、はい、薬味です。で普通のプリッシオ、はい、縦塩水漬けてたやつ、漬け、燻製、薬味、ニンニク、ハム。はい、出揃いました。もう薬味を用意するっていうのもね大事です。これちなみにかいわれ、ネギ、みょうが、生姜ですね、はい、いただきましょう。いただきましょう。はい、とりあえず普通のやつ、普通のやついってみますか。はい、普通です。いや、もう美味しい感じだよね、うんうんうん、じゃあ、振り塩、はい、しっとり柔らか、すごいさっぱりしたね。臭みが全くなくなったね、うん、高級感はこっちがあるね、うん、ただなんか味は普通のやつの方が濃いような気がするね、うん、こんなに抜けなくてもいいのになーぐらい抜けて、うんうん、ね、意外とね、はい、じゃあ次縦塩ですね。縦塩の方がカツオらしさは残ってるね。綺麗に食べたいなら振り塩がいいかもね、今のところ、うんうん、続きまして燻製して炙ったもの。美味しい。ああ、なんか味も濃くなってるような気がするな。カツオらしさも残ってるから、煙の香りがすることで美味しいカツオってこうだよねっていう、こう刻み込まれた何かが返ってくる。米あるよ今日は。あんのかい。米と合うと思うんだよねカツオって。そして大西おすすめの青唐辛子醤油漬けです。臭さも全然気にならなくなって、ね、うん、爽やかな辛さで美味しい。綺麗にしてから漬けたりしたらまた違う、うん、ああ、それもいいかもね。ちょっとしたら食べてみる。はい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 、薬味を入れて、ほうほうほう、これさえあれ勝ちなんだからもうここからはただ美味しく食べてみたいです。はい、薬味は絶対にやった方がいいね。これが一番カツを美味しく食べてんじゃないの。これを美味しく食べるためのこっちだからマジでうまいわ、はい、お米いただきました、はい。トレーニングしてる人とかダイエットしてる人もカツはもうバクバク食った方がいいね。カツを美味しく食べる生配信しようぜめっちゃうまいわ本当に。今日せっかく検証していただいて、はいはい、薬味なしだとやっぱり漬けが美味しかったんですけど、あ、うんうん、僕は燻製も確かにいいよねって話だったんですけど、うんうん、薬味入っちゃうとね、うん、関係なくなっちゃう。あ、確かに。ぶん殴ってくるから薬味でした真面目な検証の方も一応完結させておきましょう、うん、振り塩して、うん、綺麗にしたやつを青唐で漬けたやつ、うん、なるほどなるほど、うんやっぱクリアな感じ。かなりカツオらしさがちょっと薄いから、うん、このままの方が美味しいかもしれない。そのまま漬けがいいかも、うん、カツオらしさがある方が好きな人とさ、うんうん、カツオのちょっと匂いが得意じゃないっていう人の、うんうん、それぞれ組み合わせることでいろいろできるよね。炙りってすごいよね。まあ炙りはそうだね。まあ一旦炙るはやった方がいいな、うんうん、ハムもあ、和風だバーベキューみたいなのする。いろいろ焼いた鉄板で焼く、うん、ウインナー美味しいもんなだからねちょっと薬味の前で炎症はもうすでに終わっているのにずっと食べちゃう。いや俺も好きだからさ、余ったのはこういうの全部漬けにすればいいから。ニンニクとかも入れちゃえばいい。そう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 、こんなのはさ、うん、納豆に入れてくればいいから。そう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 、便利です。コココロのあのカツオスポンサーになっていただけるクライアント様、ご連絡お待ちしております。半端じゃなくカツオはやりますぜひお待ちしております。ごちそうさまでした。はい、ココロキッチン。いや、やっぱり美味しいね。こういう検証でさ、うん、改めて美味しいんだよなって思い出せるだけでもね、うん、意味があることだと思うから、うん、そのままでもあの薬味入れたら全然めちゃめちゃうまいねっていう結論だった。でもそれが大事だと思う。で激安のやつ買って薬せなっつったらちょっと塩振ってみる。そうそうそう、うん、ということでね、みんなあのカツオをいっぱい食べて健康ライフをお送りください。ココロチャンネルではですね、今日まあ、撮影してる中でも死ぬほど雑談してたんだけどそう、雑談がねまた結構面白かったりためになるって好評です。チャンネルメンバーシップの、はい、限定でお送りしておりますので、ぜひとも、ご参加ください。今回は安く旅行をする方法とかね知ってる話したりなんで高知がこうなのか、うん、あ、そうそうそう、高知のカツオがなぜうまいのかとかそういう話とかもしてますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。